続いてご登場いただくのは、豊かな個性が岩手を彩る岩手県盛岡市在住、山内まどかさんです。では、動画からご覧いただきます。どうぞ。皆さんこんにちは、山内まどかと申します。岩手県盛岡市出身、3人の子供の母親をしています。私はたくさんのお母さんが働く場所を作りたいとの思いから、2013年ミルクグラスクローゼットをオープンしました。そして2022年1月、みんなの学び場ぐるぐるの森というスクールを開校しました。今日はぐるぐるの森開校の思いと取り組みをお話しさせていただきます。私が育った家庭は機能不全家族でした。兄弟は生きづらさを抱え、とても苦しんでいます。そしておよそ7年前、当時16歳だった妹が不登校の末自ら命を絶ってしまうという、とても悲しい出来事がありました。なぜこのようなことが起きてしまうのだろう、助けることはできなかったのかと悔やんでも悔やみきれませんでした。子どもの頃の心の状態、そして自分を生きることのできない辛さが、その後の人生にいかに影響を及ぼすのかということを私は間近で見てきました。その経験から私は、誰もが自分を生きる幸せに包まれ、地域を潤していく社会を目指しています。そのためにも子どもの心を守っていきたいのです。子どもたちはいろいろな問題に直面しています。家庭の問題、子どもの特性の問題、そして学校の問題、このいろいろな問題が表に出てきたものの一つが不登校です。不登校や不登校傾向の子どもは中学生でおよそ10人に1人いると言われています。不登校の子どもは学校に行っている子どもと比べると人とのつながりが少なくなってしまいます。そんな子どもたちの心を支え、社会を広げる、そのお手伝いをするのがみんなの学び場ぐるぐるの森です。写真の場所は盛岡市中央公園ビバテラスです。この公園整備事業に参画しています。まずは不登校の子どもから支援を始めていきます。ぐるぐるの森には3つのミッションがあります。1つ目は幸せ感覚を育む、こちらは心と体の居場所を親子に提供します。まず子どもの心を安定させることが必要だからです。
2つ目は社会、ごめんなさい、地域の愛を育む。これは私たちの活動を地域へ浸透させることによって人と違うことにもっと寛容な土壌を作ります。3つ目は社会とのつながりを育む。こちらはグルジョブと名付けた本気のお仕事体験をします。子どもたちが自分の個性や特性を理解するために取り組んでいきます。ではグルジョブについて詳しくお話しします。例えば南部鉄器職人に弟子入りするプロジェクトを計画しています。後継者不足に悩む伝統工芸の継承をしていきます。そしてこちらは農業です。この農園は盛岡から130キロ離れた場所にあります。この金賞椎茸の栽培を遠隔で行う取り組みをしたいと考えています。そしてこちらはジャムウィズブリリアントという障害者福祉の商品を販売するイベントで、2016年より私が行っているイベントです。ジャムウィズブリリアントとは素晴らしい才能がたくさん詰まっているという意味です。私のマーケティングの知識を生かしこのイベントを企画しています。ぐるぐるの森の子どもたちとはマーケティングの勉強をしながらこのイベントに取り組んでいきます。子どもたちが実際に施設へ見学へ行き、商品を選定したり商品について調べたりします。その中で障害を持っていても特性を生かして働くことができるということを学び、商品が売れる体験を通して人の役に立つ経験、仕事の喜びを実感します。このようにいろいろなプログラムを通して子どもたちがたくさんの心の栄養を蓄え社会に出ていく、そのお手伝いをするのがぐるぐるの森の役目です。運営方法はこのようになっています。まずスクールの利用料、商品販売、そしてスクールを利用していない子どもに向けたグルジョブプログラムの提供、学校へもキャリア教育のプログラムとして提供します。今後は行政に協力してもらえる仕組みを考えていきたいと思っています。なぜならこのようにいろいろなことを学ぶうちに子どもたちの中にはやっぱり学校に行きたいって思う子が出てくるからです。ところが運営費のために子どもを再登校させないようにしているフリースクールもあると聞きます。子どもの可能性を狭めないためにも私はそのようなことは絶対にしたくありません。そのためにもスクールの利用料に頼らない運営の仕組みが必要です。そしてこれから先ぐるぐるの森では子どもたちが起業することをサポートしていきます。私は5年で3社ぐらいはできるのではないかなと思ってるんですが、子どもたちはあっという間に何十社も作ってしまうかもしれません。いろいろなことを学んで子どもたちが一体どんな会社を起こすのかとても楽しみです。こうやってぐるぐるの森のビジョン、誰もが自分を生きる幸せに包まれ地域を潤せるよう幸せをぐる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 循環させていきます。皆さん、ぐるぐるの森楽しそうじゃありませんでしたか？反応がすごく薄いですけれども、皆さんぜひぐる森サポーターになってこの幸せぐるぐる循環に混ざってほしいのです。例えばぐるジョブの先生になったり運営費のご支援も大歓迎です。特に岩手の皆さん、皆さんも一緒に幸せぐるぐる循環させましょう。よろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。山口さん、ありがとうございました。ありがとうございました。もう一回 QR コードを出しておいてもらってもいいですかね。はい、取り損ねた方はぜひぐるもりサポーターになっていただければと思うんです。ちなみにぐるぐるなわけは分かったんですけど、なんで森なんですか？ですね、森ってこう木をこう人に見立てて人材の材ですね、適材適所の材、その材がたくさんいて森になってみんなでこう形成されてるっていうのをイメージしてます。あ、なるほど、ありがとうございます。はい、ではまた森が広がるのがまた地球なので、そういう意味ではもう地球中に広がっていったらいいんじゃないかなというふうに思いました。はい、山口さん、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。